雨が滑った後ろの正面だあれ。はあ、最近めっきり寒くなってきたわね。人肌恋しい季節。彼氏できないよちこ先輩はずっと湯たんぽでも持ってたらいいんじゃないですか。はあ、あんたこそ彼氏いないじゃないのよ。はあ、違います、作らないだけです。あんたあれでしょ、シュンのこと好きでしょ。はあ、好きじゃないし、誰があんなやつ。まあどうでもいいけどさ、亀みたいにノロノロしてると誰かに取られるわよ。大きなお世話です。よちこ先輩、早く檻に帰ってください。なんで私が檻に帰んないといけないのよ。だってゴリラちゃん。誰がゴリラ、あんた。ゴリラ。うわ、またやってる。毎日毎日うるさいな。ああ、来た来た、生意気な女としょぼい男。今日もまた二人で来てるわよ。いい感じなんじゃないあの二人。いやいや、私は別に興味ないですから。ねえ、これ知ってる？なにこれ、ね、これなんだろうね。別に興味なんか。さあ、アンドラ、ボサッとしないで今日の依頼やっちゃおうよ。興味なんかないもん。でね、それがすごくてね、それであのね、あのね、あ、おはよう。おはよう。あ、おはよう。遊んでね、なのてのきた。すごい日だね。すごい日だ。よし、今日は席替えするぞ。今回早いよ、やんなくていいですよ先生。次は窓際がいいな。へえ、せっかくどんちゃんの席の近くだったのに。そんなに席が嫌なんだ。よし、今回の席替えはこれだ、移動してくれ。シュンと隣か、やだな。あんた体でかいんだから、私が授業中寝てんの隠してよ。あ、よろしく。授業中は寝ちゃダメだよ、ミミちゃん。あ、そういえばさ、こないだ借りた本の感想なんだけど。ミミちゃん。先生、どうですか？最近すごく痛いんです、胸が。ミミちゃん、これは恋です。恋？いやいやいや、そんなわけない。シュンはドミのことが好きなのかな。え、壊れた？もしかして。じゃあ今日の依頼やっていこうよ。今日の担当はミミ。ちょっとあんたが呆れてんの？ミミ、どうしたの？体調悪いの？よちこ先輩、今日の依頼はこの二人はどんな関係なのかです。ちょっとあんた。え、なんで？ミミ、それはどういうこと？ちょっとあんた、ついてきなさい。ちょっとあんた、何してんの？何が？私は何も悪くない。何がじゃないわよ。あんたの態度、あからさますぎよ。そもそも先輩が私を煽ったんですよ。いや、それは…いいじゃないですか。これが恋なら私の勝手です。でも…それに私、あの二人、本気で離れさせるんで。あんた、一体誰？ちょ、あんた！ドミちゃん、大丈夫？うん、大丈夫。さっきはびっくりしたね。なんでミミちゃんだこと。本当だね、ミミちゃんは普段からそんな風に思ってたんだね。かもめかもめ
するとカメが滑った後ろの正面だ。これで邪魔者はいなくなった。邪魔者はあんたよ。だせーのよっしゃ。あんたはカゴメカゴメに出てくる姑でしょ。ゆうちこ先輩どういうことですか。カゴメカゴメの歌には隠された秘密があるらしいの。ある夫婦がいて、その嫁が気に食わない姑はお嫁さんを流産させた。カゴメカゴメはそのお嫁さんの恨みの歌だとか。分かったのよ。耳に憑依した時あんたは嫉妬に駆られていた。そして起こした行動も歌ってる歌もあんたはその姑だってね。私はどうする？殺すの？勘違いの迷惑おばさん、私の力を使えば耳を傷つけずにあんただけ殺すことができるけど、いい？まあいい。私は悪くない。次の人はどう？ヒミ、大丈夫？ミミちゃん。あ、あれ？そうだ、私聞きたかったことがあるの。ドミ、あんた何？シュンのこと好きなの？全然。まあ一件落着かしらね。なんでだよ、ダメちゃん。だーれ、あの歌わないでもらっていいですか。ごめんなさい、携帯痛くなっちゃった。後ろの正面。もう絶対じゃん。もう合図してた。歌わないでよ。後ろの正面。もう後ろの答えが